飲食店経営塾塩ラボ。はい、こんにちは、塩さんでございます。今日もよろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくのは、群馬県の伊香保温泉にあります水沢うどんのお店、大沢屋第一店舗さんというところの、すごさというところを中心にご紹介をさせていただきます。今回ですね、伊香保温泉を訪れて、水沢うどんというのを、食べようということで、本格的に水沢うどん食べたのは実は今回初めてだったんですね。で、水沢うどんどんな感じかなというのをあんまりわからないままですね、その日検索でちょっと調べてですね、その調べた中で出てきたものに、大沢屋第一店舗さんというところがありました。で、早速その大沢屋さんに向かってみようということで行くとですね、まず水沢うどんでびっくりしたのがですね、もうその水沢うどんがあるその地域というのは実はもうある程度絞られていてですね、その周辺に、いろんな店があってですね、どの店も大型店になっていて、でどの店も混んでるんですね。でその中で特に混んでいたのが大沢屋第一店舗さんというところでして、まずびっくりしたのがですね、駐車場に入るのに渋滞してるんですね。でそして、この駐車場の広さというものが本当にすごくてですね、もう50台ぐらい入れるぐらいの大きなその駐車場で、さらに建物がですね超巨大でですね、もう一つの博物館みたいなそんな大きさというものがあって、もうそれだけでですね、実はすごい店に来たなということを感じました。でそこからですね、実はさらに驚いたことというのが、大沢屋さんの回転の速さというところでもありました。もう車での渋滞というのは、まあまあ時間がかかってですね、店舗にこう入っていくまでに車を止めるということでまず少し時間がかかるんですが、ただ車もどん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 前に進んでいって、そしてちょうど入れるというところで車を駐車場に止めたところですね、もうすぐに呼ばれるということで、妻と子供たちが先に席に行くという感じで、すごい回転が早いなと。でその上で実際こう中に入ってみるとですね、またお店の巨大さにびっくりしてですね、もう席だけでもすごいもう数があってですね、もうほんと一つの大広間というものが、2つ、まあ、2箇所あるぐらいのその規模というところがあって、そこでお客様がどん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 入れ替わっていく、その姿にすごくびっくりしました。でそこからですね、今度、注文をしていくんですが、でまずメニューがですね、非常にこう、まあ、細かくちょっとこうセットメニューとか分けられていてですね、例えば、ざるうどんと舞茸の天ぷらという一つのセットがあると、その横にはですね、大盛りざるうどんと舞茸の天ぷら2つのセットという感じで、その大盛りと普通盛りというものと舞茸の天ぷらの数というところでうまくセットを作ってる、そこに煮物も含めたセットというところも含めてやっていってですね、非常にそのメニューの作り方、見せ方っていうのが上手だなというところを感じました。僕はですね、この日、舞茸の天ぷらが3つついて、そして大盛りのざるうどんと、そしてさらに山菜の煮物がついた、その、椿というセットを、今回注文させていただきました。でこれ注文した時にはですね、もう想像というのはどちらかといえば舞茸の天ぷらと、このうどんというところで非常にこう楽しみにしながらいたんですが、実は登場してくるとですね、舞茸の天ぷらの大きさにびっくりしました。もう大きすぎるんですね。こんな舞茸の天ぷら見たことがないというぐらいの巨大な舞茸の天ぷらがですね3つありまして、で見た瞬間にこれ食べれるのかなということをもう舞茸の天ぷらだけで感じたと。で妻と、息子たちが頼んだ舞茸の天ぷらが2つ入ったセット、
この舞茸の天ぷら2つもやっぱすごいボリュームでですね、いやこれ美味しそうだけどさすがに食えるのかなというぐらいの巨大さということで、もうそのボリュームですごくびっくりしたというのがありました。でそしてそこにですね、さらにざるうどんというものが来るんですが、でざるうどんもボリュームがすごいんですよね。でこのボリュームというものがやっぱり大盛りも普通盛りもそれなりのボリュームがあってですね、でもう結構ですね、これ食べるだけで本当お腹いっぱいになるぐらいのボリューム感というものがありました。まあ、そのボリュームというところでまずすごくこうびっくりしたんですが、今度美味しさというところでもやっぱりこう実際食べてみるとですね、水沢うどん、本格的に食べたの初めてだったんですけど、実際に食べるとですね、こう水沢うどん非常にこうもちもちしてですね、非常にこう美味しいというところを感じました。でまあ出汁もさっぱりした形の仕上がりになっていて食べ応えがあるというところもありました。でただおすすめとしてはですね、ここに、ごまだれというところもありますんで、このごまだれというところも一緒に注文して、その上でこう途中で変えて食べるというところにすると、よりそのごまの風味の部分っていうのがまた合うの で非常にこうその味変をしながら楽しめるというところもありましたので、非常におすすめかなというのを感じました。でもう一つやっぱりびっくりしたこの舞茸ですね。舞茸美味しさとしては本当に素晴らしいというところを感じました。ただし大きすぎます。そこは本当にびっくりするぐらいにやっぱり大きくてですね、実は僕自身も食べきれなかったという感じでございます。それぐらいにこんなにでかい、こんなにボリューム感がある舞茸初めてだなという感じでいただいたという感じでございます。でまあそんな感じでですね、初めて、水沢うどんを本格的に大沢屋さんでいただいたんですが、でこのやっぱ大沢屋さんのすごいなと思ったところはですね、僕たちがやっぱり食事を終えた1時半2時ぐらいの段階でですね、いまだにその車が渋滞しているというぐらいにお客様が次から次に来るんですね。で本当にこの広い駐車場がやっぱり常に満席の状態、満車の状態で、さらにお客様が次から次に来るという状態、そこに対してやっぱりお客様から信頼があるなというところを感じたことというのは、一番はやっぱり回転の速さ、そこにあるのかなというのを感じました。そしてその回転の速さの中にやっぱり水沢うどんというここでしか食べれないというところのうどんに対して本当にやっぱり美味しく届けているっていうことと、それとあと舞茸の天ぷらという忘れられないボリューム感と美味しさを楽しめる、そのセットというものがあることによってお客様の記憶に刻み込まれて、そしてさらにそういうところが SNS とかでも発信されながらこういろんな人に伝わっていくのかなというところを感じました。そんな感じで、初めていただいたこの水沢うどん、大沢屋さんですね、伊香保温泉の方面に行かれる際にはぜひ体験していただきたいなというところを感じましたので、今回ご紹介をさせていただきました、大沢屋第一店舗さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。飲食店経営塾塩ラボ、新規集客で売り上げを伸ばしたい飲食店経営者店長へ、今毎月塩ラボ虎の会を開催しています。毎月開催している塩ラボ虎の会では、1塩さんから直接今の世情や飲食店の現状を聞けます。2自分が聞きたいこと、知りたいことをその場で問題解決できます。3参加したスタッフはその場でやる気になります。4歴史を読み解きます。5、3000店舗の現場を見てきた経験があります。6、YouTube で取り組んできた全国の飲食店経営者から得た気づきをシェアしています。7、他の店舗の悩みや成功体験を聞けます。8、コラボレーションができるか模索ができます。9、タイムリーな情報交換ができます。10、飲食店で独立を考えている従業員に有益です。 PR やウェブマーケティングに強くなれます。12、媒体にとらわれない売上アップの仕組みを
メンバーと共に作ることができます。13、本気で売り上げを上げたい仲間が集まっています。14、虎の会オンラインサービスも充実しています。1、会員限定ページが閲覧できます。2、会員限定 YouTube 動画を閲覧できます。3、過去に開催した虎の会リアルの映像をご覧いただけます。4、グループページでの質問相談はいくつでもできます。詳しくは説明欄ホームページをご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。